はいどうも、女性保管計画です。えっと、今日はですね、2022年の11月の13日のえ日曜日です。はい。でですね、今日はね、何をしたかというと、えっと、ま、朝起きてね、すぐにね、ちょっと仕事溜まってる仕事を、うん、かなり集中してね、いろいろ片付けました。というのもですね、先週末はいくつか動画を見ていただけるとわかると思うんですけど、あの、ロンドンにね、ちょっと旅に行ってまして、 撮ったね、ええ動画をね、いろいろ編集したりしていると、ほんと時間なくて、あの仕事をね、結構ね、あのー、ちょっと、ちょっと、ちょっとここに置いとくみたいな感じだったんで、それをね、ちょっと一気に片付けて、明日月曜日からね、またね、きちっともうカンパックできるような感じでね、一生懸命やりました。はい。それでですね、その、やっぱね、その、一週間いろいろね、ビデオの編集、 で、特にあの、ミケレンジェロ・アントニオンニ監督で、そのカンヌのね、ショーも撮っている欲望、ブローアップのね、あの、ロケ地探索っていうのを行ったんですけども、それ結構気合い入れてね、あの、作ったんですよ、ビデオ。やっぱりなんか、自分がものすごい好きな映画だし、まあそのね、ロケ地の現場に自分も実際に歩いてみて感じたことって、まあいろんなことがありまして、やっぱそれはね、何か本当旅の足跡として、 なんか自分へのね、お土産でもあり、今後どういう旅をするかっていうね、まあそういうこともね考えられるし、まあ本当ね、正直言って、そういう映画とか、イタリアネオレアリズムだとか、フランスヌーベルバーグだとか、まあそこら辺の映画っていうのが本当自分のね、やっぱ栄養分というか、まあ自分をほんま作ったもんなんですよね。だから、まあ、なんていうの、人生の夢というか、はっきり言ってそういう作品のロケ地とかに行って、 歩いてみるっていうだけでもね、なんか、ほんと幸せだなと、なんか、まあ、人生のゴール切ったんじゃないかみたいなね、あの、ぐらいのね、大げさなんですけど、そのぐらい嬉しかったんですよ。でね、それをね、ほんとね、まあ、なんか、面白いね、動画にしようと思って、一生懸命時間かけてね、あの、練りに練ってね、あの、作って、初めてね、それだけ、ビデオにね、YouTube のビデオに気合をね、入れて作ってね、 まあそういうものなんであ、まあそういう作品なんでね、まあちょっとぜひ見てほしいんですけども、やっぱりね、なんていうのかな、それで考えると、やっぱこのね、YouTube チャンネルとかも1年間やってきたんですけども、やっぱり、ちゃんとしたコンテンツっていうのをね、作りたいと思って、なんか始めたんですけども、なんだかんだ言ってね、時間もなくて、で、ほんとちゃんとした編集とかすると時間がかかるので、で、それだけのテクニックとかも自分にないのでね、なんかね、 あの流されて短い動画で、まあちょっと助走しているあの格好を撮るだけとかね、なんかアイドル、タレントみたいなグラビアアイドルみたいな感じのビデオがね、たくさんになっちゃってるんですけどね。で、たまにね、まあちょっとなんか下着が見えてたりしたらなんか YouTube からなんか性的コンテンツとみなされてなんか削除されたりもしてるんですけども、なんかそれ考えるとね、なんか、まあ、なんかね、厳しく自分を 見つめ直すと、なんか、俺ってコンテンツがない人間なのかな、みたいなね。なんか、つまり内容がない人間なんだしでしょうね。まあ、なんだかんだで言って、内容がない人間の一人だと思うんですけども、あの、本当になんか自分コンテンツを持っていない、ノーコンテンツな存在だな、みたいなことを感じて、なんかすごい、なんかね、なんか心折れるというか、がっかりするというか、 ななんんだろうなんか例えるとするとなんか80年代末の漫画になりますけどあの江口久志の「なんとかなるでしょう」ってタイトルでしたっけ忘年会のなんか一発芸披露とかで「私何の芸もないので脱ぎます」とか言ってねなんかブラジャー姿下,がり下着姿までね脱ぐ漫画があって最後のコマはなぜかなんかまあ LGBTQ 系のオチで終わるというねあの漫画があったんですけども。 そそれをやってるだだけななななのかなとうういう存在なんだなみたいなね感じでちょっとね落ち込みましたなんですけどねだからこそちょっとねそのロンドンの旅は本当にきちっとね自分の思い出になりまたねあのー、見てくださる方になんか役に立つちょっとでも役に立つような情報とかをね発信できるような感じで作りましたんでまあね是非そちらの動画もね見てほしいなと思っています。 やっぱね、ロンドンでね、買ったもので、すごく今でもね、今聞けるんですけど、このね、アンスロポロジー。アンスロポロジー。ってね、まあ、ちゃんと破損したらそうなるんでしょうけど、なんか、そのブランドをね、まあ、数年前からチェックして、なんかいいのがあるなぁとか思ってたり、なんか、まあ、元カノがね、 あのな、なんかすごい、人間学アンソロポラジーって人間学みたいな意味なんでしょそれをブランド名にしてるセンスがなんかすごいとか言って。まあそのね、3年前にロンドンに旅行した時もそのリージェントストリートの店でね、ちょっといろいろ見てて面白いなとか思ってて、まあ自分でもね、ちょっとね、買ってみようと思って今回ね、その同じリージェントストリートのね、アンソロポラジーのね、お店に入って、 買ってきたんですけど、これね、いくつか動画撮ったんですけどこの繊維の素材がものすごく面白いんですよねこの繊維なんかサテンみたいでもあって光る素材でもあるけどビニールみたいで,でかつね、ちょっとなんか透けるんですよ透けてるんですよ,よ、なんか透けるんですなんかね、ものすごいなんかなんていうの、なんかすごいなんていうファブリックなんですかね、これね ものすごくね、気に入りました。このね、繊維の服いっぱい買ってみたいな、みたいにね。なんか、エナメルみたいだし、ビニールみたいだし、サテルみたいだし。ほんとこのね、あの素材のね、ブラウスとかね。あと白いのもあったんですけどね、それはサイズがね、なかったんですよね。M までしかなくて、さすがに M だとね、絶対着れないと思うんでね、買えなかったんですけど。それがね、このね、服がものすごい気に入りました。 今日はちょっと選択しなきゃいけないかと思うんですけど、ものすごいいつもね、来ています。えー、それからね、ちょっとあの、最近買ったレコードで紹介してるんですけど、これね、今日買あ昨日買ったんですけど、ものすごいびっくりしました、これ。ね、ご存知の方ご存知と思うんですけど、ファンタスティックビーストのクイニー、アリソン・スドルって、まあ、ミュージシャンなんですね。もともと女優っていうか、まあ女優とミュージシャンやってて、 ミュージシャン業やってるんですけど、これね、一言で言うとね、ベルベットアンダーグラウンドです。えそれね、2個のデザートショアで、声の高い2個。可愛らしい声を持った2個。で、ちょっとガレージ的な要素がものすごくあるし、かつなんかブライアン・イーノの環境音楽的なセンスもあるし、で、あとね、Everything But Girl のトレイシー・トーンのあのー、ソロアルバムみたいなね、 な,なんかゆるい感じでね、まったりと、なんていうの、こう、ふわふわした幻想的な、あの、ボイスの空間にね、さまよい込むようなね、ものすごいいいね、作品でね、このファンタスティック・ビーソンのね、クイニに、まーあ、戻ってきましたよね、結婚しましたね。ものすごく人のいいノーマジのジェイコブとね、あの結婚しましたけども、彼女のミュージシャンとしての魅力にね、 ものすごく驚かされました。これはね、今年出た新作みたいなんですけどね、ぜひね、チェックしてみてください。今日はまあそんな感じです。はい。